アゴダチグモ科は、ごく小型な雲の群であるが、得意な形態と雲を狩る習性で知られている。日本及び、近隣地域には生息しない。アゴダチグモ科に含まれる雲は、2ミリメートルからせいぜい8ミリメートルまで、多くは3ミリメートルほどの小型な雲である。全体の形は細い足を持つ、造毛性の雲の一般的な形であるが、東京部の形が、 他の雲に例のないものである。普通の雲では、頭部と胸部は滑らかにつながり、せいぜい間に溝があるだけである。また、頭部が盛り上がる例も少なくないが、胸部との間に区別がつくような形にはならない。しかしこの雲の場合、頭部は胸部よりはっきりと真上に盛り上がり、その間はやや狭まって、形態的にも、 首として区別できるほどとなっている。また、その上に伸びた頭部からハサミ角が出て、その先端は、東京部の下端まで伸び、横から見ると、詐欺の首と口しのような姿である。ハサミ角が長く伸びる例は例えば、足長雲族などいくつも例があるが、それらは水平方向に伸びており、この雲のように下向けに伸びている例はない。 メーンはおそらく獲物をそのハサミ角で加えるように進化した結果、その長さが増し、それを保持するために頭部が伸びたのではないかと見ている。和名は顎が垂直に伸びていることによる。英名の一つであるペリーカンスパイダーもこの形による。もう一つの英名アサシンスパイダーはその修正によると思われる。この雲が最初に発見されたのは化石であった。 4000万年前のバルト海の古白から発見されたものがアーケアの名で記載されたのが1854年であった。絶滅しているものと考えられたが、1881年にマダガスカルで発見され、この俗名のもとに記載された。このトガの名もこの俗に由来する。ただし、その後に原生の種はエアリ系ニュースに移された。そのため、 トガの名を持つ族が減損しないことになっている。樹皮の元や、苔やシダの茂った臨床などに発見される。その体が小さいことから、乾燥に弱いために、湿度の高い環境に生息するとも言われる。そのため、オーストラリアでは、南西域でしか見られない。雲をを捉える雲として知られる。餌となるのは同様な環境に住む、ごく小型の雲である。 コサラグモ類やユアギグモ科のものが種である。このクモの長大なアゴは獲物に探検を突き刺すように使われるとの観察がある。アゴダチグモ科の生息域南アフリカとマダガスカル、オーストラリア、ニュージーランドと南半球だけから知られる。ゴンドワナ要素とも言われる。特にマダガスカルに種類が多く、現在知られている28種のうち11種が生息する。 現在は山族二十八種が知られる。以下に俗名のみを挙げておく。詳細については、あごだちグモかの俗種を参照。ありがとうございます。